夜クラアフレコアフタートーク、光月真秀役伊藤美久です。山内かな役高橋理恵です。私旧役富田美優です。高梨キモアヌーク名役島袋美由里です。はい、こちらはアニメ夜のクラゲは泳げないアフレコ後に本編を振り返りながらお届けするトーク企画です。ラストはなんと4人で最終話アフレコの感想や本編の内容についてお話ししていきたいと思います。ほやほやだからほや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 だから、ね、終わりたくないけど、いい終わりだったね、いい終わりだった ね、 本 当、 ね、本当にみんながそれぞれに未来へ向かっていくという、はい、ラストになっていましたけれども、うん、まあラスト1話こう12話で全部どう回収するんだろうみたいな、うんうんうん、確かにねことを言ってたけども、うん、かのちゃんはお母さんともメロちゃんとも、いやー本当だよ、ね、ひとカットさ、メロちゃんとご飯してるところとか、うん、お茶してるところがあって、うんうん、あ、なんかその感じの距離の詰め方ちょっと始まってるんだみたいな、ちょっとずつちょっとずつ確執というかなんか多分当時のこととか、うん、うわ当時のことはまだ早いかな、ちょっとずつなんか台本のとがきに、うんうん、すごい台本取りに行ったそうなんかさ、あのクラスのなんて書いてあったかな、なんかちょっと探させてくださいよ探してくださいよ、探してあった、るかな、お、え、久しぶりに会ったクラスメートくらいの感じって書いてあった、あーなるほどねみたいな、うん、なんかすごいちょうどいいなと思って、うんうん、最近どうみたいな、うん、みたいな、うん、感じになるのかなっていうので、一カットだけでもなんか最後のこのなんていうの B パートを結構短めだったけど、うん、すごく未来を感じるようなB パートで良かったなと思いました、うん、ね、B パートも良かったし、 A パートはかのちゃんがちょっと歌えなくなったりとかしてるところを、うんうん、キュウイとメイちゃんが助けてあげるというか、はい、こう背中を押してあげるシーンがあったりしましたけど可愛、はい、かったけど、本当に頑張ってほしいと心が痛くなるシーンもあったで、そう、あと A パートの、まひると2人で、うん、かのがこうユニゾンでセリフを言う箇所があったじゃないですか、 あったそれの時にこう4人で多分マイク並んでたんだけど、うん、隣を見たら2人が顔を合わせて言ってるのがちょっとエモって見られてました横目で見ました、見られてました、めちゃめちゃぴったりだったよね、めっちゃぴったりだった、テストからぴったりだったの、うん、あそこ一発 OK だったよね、一回も外してない、ね、さすがいや私持ち帰っちゃったもん台本こっちにに内側向けてくれて、内側向けちゃいましたもん、ありがとうありがとう、ね、なんかそれぞれやっぱり1話から11話があって成長してこその、ね、うん、流れでした ね、 ね、寂しいけどなんか感想を喋ってく一人ずつ、そうだね、うん、じゃあメイちゃんこれは12話のお話でございますか、12話通してでもいいよ、そうですね、うん、なんかこう、いや終わりたくないです ね、 ね、直接会ったりたまにはぶつかったりもしましたけど、なんか最後こう B パートでいろんなみんなの未来を映してくれて、うん、いやこれはいかようにも続き描けるんちゃいますのっていう風に思っちゃったんですね、 そうだよね、うん、なんかスタッフさんたちさ、いやこれは書き切ったみたいな、うん、こすごいさ言ってたじゃん言ってた言ってた、私も確かにすごい、まあ、綺麗に、うん、いいジュニアだったなと思いながらも、うん、まだまだ心の中では美しかったからこそこう欲深くなってしまうところも出てしまいましたね、うんうんうん、確かに10万人目指してね、5万人いったから、うん、そうだ、ドーム2個分、ドーム2個分行きたいですね、はい、じゃあみゆちゃん、はい、もうこれだって閉めたら終わるんでしょう、じゃあやめとくやめときます、やめときます、やめときます、聞きたくないよ、感想聞きたいよ、でもそうですね、ほんとなんかもう全12話を通して、まあこう我々も台本をもらうまで次の週のお話がわからないっていうところで、うん、なんかもう夜クラの収録がある週というか夜クラの台本もらうともう1週間ずっとなんかそのことを考えてて、なんかその時間もすごい良かったなっていう風に思うし、なんかこう彼女たちもこう脳の過去のトラウマを乗り切り、これからさらに大人になっていくので、これはもういかようにもいかようにも続きができると思うので、またやりたいです、ね、やりたい、まだ一緒にいたい、ずっと一緒にいたい、そうだそうだ、うん、
っていこう、やっていきましょう、じゃあでは私が高橋が参ります、はいはい、そうですね、いろいろな話数で彼女たちの口から伝えてきた言葉とか思いとかたくさんあったと思うんですけど、結構キャスト陣みんなすごくなんかいろんなインタビューとかでも言ってると思うんですけど、かなりリンクしてたんじゃないかなっていうのはすごくあって、うんうんうん、なんかこの役どころにそれぞれが選ばれたゆえんがあるような人生だったともちょっと思うし、うん、そういう言葉のなんかあのなんだろうな、生きた言葉みたいなものが皆さんにも届いて、この先のなんか人生がまたキラキラ輝くようにこの作品がなっていたらすごく嬉しく思います。本当に夜倉に出会ってくれて、むしろ私も出会えて本当に良かったです。本当に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 お別れしたくないけど、 ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました、はい、じゃあ最後にまとめてください。まとめられるかどうか分かりませんけれども、はい、いや本当に終わっちゃうのが寂しいのは私もめちゃくちゃ一緒だし、うん、こう現場自体がとってもこうなんだろうな、刺激ももらえるし、うん、こうみんなのこと一人ずつこう尊敬してリスペクトし合って、うん、こう一作品作っていく感じがもうマジでジェリーだなって私は思いながら、うん、毎週アフレコに来ちゃいました。毎週アフレコに臨んでいたので、まあ、それぞれの思いとキャラクターの思いとリンクさせながらやっていたとは思うんですけれども、いやまだまだジェリーの未来見ていきたいですし、ここで培ったものをこうまたみんなでね集まれることを祈って、うんうん、はい、これからもちょっとジェリーを胸に私も生きていきたいなと思っております。はい、はい、きっとまた会えることでしょう、何かしらの形で、きっといいか、何も知らないけど、何かねまたイベントとかさ集まれたらいいよね、気持ちはあります。やっぱなんか良かったってやつを共有したいなってすごい思うので、う、うんうん、なんか引き続きなんか夜倉っていうものをこれからも忘れないでいてほしいですね。本当ですね、うんうん、はい、というわけで名残惜しいですけれども、ここら辺でアフタートーク終わろうと思います。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。アニメ夜のクラゲは泳げない、ぜひ何度もですねお楽しみください。以上、光月真昼役伊藤美久と、山之内かな役高橋理恵と、渡瀬久衣役富田美優と、高梨キムアヌーク名役島袋美由里でした。またねー。